松屋のビビンの最高にうまい。どうも、小原明でございます。さあ、今日も元気にウエストハムユナイテッドを救う企画やっていこうと思います。まずは前回皆さんからいただいたコメントを紹介させていただきます。まずは HC さんから。そろそろ優勝とは言わないけどチャンピオンズリーグぐらいの夢を見させてくれよ。誰とは言いませんが、勝てるメンバーの采配を求めますということで、ありがとうございます。まあ、フック選手も入ってきて前線のね層もかなり厚くなってきていますので、そこの競争力が上がることによってチームの底上げを狙っていきたいと思います。続いてクレさんからです。千葉中高とライバル関係の世田谷学園で河合も同じ行動をとっているものです。男子校めちゃくちゃ辛いですよねということです。ありがとうございます。世田谷学園さんは私も高1か高2か忘れましたけども、ちょっと女の子探しに学園さんに一応行かせていただきました。ちなみに世田谷学園近くの和尚というつけ麺屋さん非常に大好きです。共感できたらぜひコメントの方お願いします。最後に味噌汁みさんからです。慶応在学中ですが、大学の先輩に教えてもらってコアロンに上がりました。周りにいる大学のコアロン視聴者とコンピートで三田コアロン会開きたいですということです。コアロンさんの田町は高校までなので来なくても大丈夫ですということです。まあ一応ね、あの芝高校最寄りの駅として田町の駅も曲げることで、いやそれはないです。曲げられませんか。浜松町だろの、はい、結構知ってる場所。はい、わ、はい、かります。はい、で君は田町なんか来れなかったね。来れなかったことはねえぞ別に。いやいや、三田スポーツセンターで卓球の練習してるから。じゃあ大学で。大学は行ってません。うん、そう、その話でしょ。その話ってなんだよ。絶対行きます。外部枠で。外部枠って何？三田海藻の外部枠に一人で勝負した。そんなんないです。はい、さあ今回も移籍獲得交渉引き続き行っていきましょうか。ちょっとね、前回獲得交渉失敗してしまった選手、もう一度挑戦していきたいと思っています。まずザワ選手、もう一度交渉を望んでいきましょう。移籍金年俸はもう予算的にこれ以上上げられない状況なので、4400万ユーロと320万ユーロこちらで打診します。出場オプション、ゴールオプション、勝利オプションをマックスにして再提示してみたいと思います。解除金は合わせて契約解除金も今回なしで提示してみたいと思います。まあ厳しいかもしれませんがチャレンジしてみましょう。さあ回答届くまでザワ待ちましょう。さあ続いてホアキン・コレア選手、これはあなたが獲得熱望していた選手ですね。はい、はい、こちら再度望んでいきたいと思います。3700万ユーロ契約解除金を全額支払う形で設定します。年俸は今出せる最大金額に近い形、340万ユーロ近く、その他オプションこれで停止します。さあ回答待ちましょう。さあ続いてグリーリッシュ選手です。こちらに関しても契約解除金全て支払う形、4300万ユーロ出したいと思います。年俸は350万ユーロですね。その他オプションこのような形になっています。解除金なし、それではこちらでオファーです。さあ回答待ちましょう。さあ最後にもう一方、ドリス・メルテンスです。さあ続いてがドリス・メルテンスです。移籍金は契約解除金全て支払います。年俸はねちょっと今出せる予算の中だとこの300万ちょっとが限界ですね。オプションマックスにして停止したいと思います。さあ回答待ちましょう。さあ改めて今回オファー出した選手整理していきましょう。メルテンス、コレア、ザハ、グリーリッシュになります。この4選手からの回答待ちたいと思います。さあそれでは大事な試合、バートス行ってみましょう。さあそれでは試合前両チームのスターティングメンバー見ていきましょう。こちらの総合値も今回からしっかりとお見せさせていただきます。まあなんといっても注目はフッキ選手ですね。右ウィングでの先発となりましたコアルトのコンビ、非常に楽しみになってきています。そしてご覧ください、ライス、林選手、ボーウェン、この3選手は絶不調ということで今回ベンチ外となりました。よろしくお願いします。さあ一方エバートンのフォーメーションこのような形になっています。まあリシャルリソンにはまず注意しなくてはいけません。今回しっかり止めましょう。それでは試合です。さあやってまいりました、復帰選手加入しての初めての試合となります。まあ、前節失意の敗戦となってしまいました。それを払拭するような勝利が求められます。復帰と頑張っていきます。さあこちらが今節デビューの復帰になります。かなり気合入ってます。試合行こう。頼むよ、もう負け許されないよ、上位に食らいついていくために。本当に勝たないと。オッケー、ここは絶対勝ちが必要、もうそれだけ考えてやります。この勝利だけで求められてんの。結果結果オブ結果オッケー、集中してくれ。リシャルリソン注意だよ。オッケー、ナイス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 。先日行われたマッチでは監督の采配が素晴らしいとメディアが報じました。そうですね、うん、いけ一ノッキー集中怖いよリシャ。オッケー、ナイス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 、いいよ。得点が多いとデータにありました。今日ももしかしたらそろそろ大丈夫か大丈夫か、はい、じゃあ中入るわ。もう来ないで。いやだってお前危なそうだったからコース。お前言うな。分かった、じゃあいいこっ、そこいい、いやー惜しいなー。
局ここで勝負できないじゃん。ラを狙っていきます。来るよ。このボールはフィッキー。いい展開ですね。いやー惜しい。まだある。いいよ。いいよ。うっと。何やめてその。オッケー。オッケー。もう一回。いやそれはさすがに粗雑すぎる。返しのパスはついたのよ。イエーイ。チャンス、うん、動いて動いてんだよこっち。オッケー。いやー惜しい、ね、お互いな頼むよ。えおっと、いやどうする、頼むよ。パフォーマンスタウン、パフォーマンス、オッケー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 、初ゴール、え、何これ控えめな、いや、そんな、まだどけはやめない、さすがに、いや、だってこんなトラップしてるんだもん、ちょっと浮いちゃった、オッケー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 、結果良かった、結果良かった、オッケーオッケーオッケー、誰にアピールしてんのこれ、アウェイサポーターだけど、完全アウェイサポーター、オッケー、行こう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 、雨降ってきました、集中だよ、この先制点エバートに対してでかいよ、いいよ、一回下げるよ、オッケーいいよ、オッケー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 、さあこのような形になっています、後半行きましょう、よし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 、行こう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 、このまま行って追加点をどんどん狙っていきましょう、よっ、あぶね、いいね、いいね、いいよ、今みたいな体張り大事だよ、お前、あ、お前、うん、俺ちょ、中行くわ、いや、オッケー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 、なんかなんか、いや、ちょっと、ちょっと、オッケー、どうする、当てるよ、いやごめん、ちょっと逆だけど今のはやっていいでしょ、いい、いいよ、いや、いいよ、かなり気持ち入ってて、オッケー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 、いやごめん、ちょっとそれはひどすぎる、パスはごめん、申し訳ない、今のひど、ちょっと判断悪かった、さすがに守備ナイスカール、やっぱ違う、いやもういい、それだけで判断するのやめて、いやそれだけじゃないから言ってる、頼む、いやー出ねえか、無音をやめてよ、うん、いやーなーだけど、どうする、いや中盤空いてるんだけど、一旦お前でいいか、こっちが、いや頑張れ、こっち出していい、オッケー、お前いけるか、きついか、いや、いい、下げていい、受けた、一回下げるわ、きた、いやー惜しい、まだ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 、取れる、来たんじゃない、頼むよ、いやー惜しい惜しい惜しい、形いいよ、うん、形かなりよ、いやーおし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 、いこいこ、いや、いい感じになってる、前線がハルクのいいね、フィジカルの強さも、ちょっとニア人いるけど頼むよ、ちょっとこれそうだな、いやー、いい形だったけど見せたな、いやー惜しい、こういう形するフォワード、どうする、ここ、いやごめん、いやごめん、ちょっとごめん、オッケーオッケー、俺もう一回いけるよ、いやいいよ、お前行って、いやこっ、いやーまだまだあるよ、クロス来い、骨か、お前の行くか、俺か、大丈夫、いやごめん、さあどこに出して、下がんないで、うん、もう一回動き直して、ここここ切られるよ、クロスあるよ、クロスあるよ、おっと、いやまだまだいける、いけるいける、まだまだいける、これ取れ、ナイスナイスナイス、チャンスチャンス、えこう立てよ、何今と
エグを取ったらって何を言ってんのお前。何の話。いやマジでマザー。え今何の M を取ったらマザーなの。いやマザーの M を取ったら、マザーはいいんだよ。マザー他人ですっていう、確かノバかどっかにして。下手くせえよ。まず追加点取ったらあるぞ。このセンスに対しては北沢さん、先ほどから結構強いマークがついていますね。ないですよ。いやー、ごめん、抜け出したかったんだけどな、ね、申し訳ない。いや、抜け出してたんだけど、こっちは。お前パスでよかったか。ちょっと下がんないとまずいよ。頼むよ。やばい、よく戻ったよ。戻して。オッケー。いやそっちか。まあいい。オッケー。行って行って行って。オッケー行く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 。一回復帰行きます。うん。いやー。ふっやー。ちょっとだけ。でもあれもう出すしか多分ない。うん。どこかに。行けんじゃん。あれお前。いや。え、ぐっちゃぐちゃになる。俺なのか。なんで向こう。え、なん。いやー。もういい感じ。シュートの感じとかマイナスすぎたけど、そうね、確かにまずいよ。おい、危ない危ない危ない。オッケー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 。ちょっと試合終わる前に今日の何横断幕のコーナー。え、何その勝手にコーナーか。サウサンプトン戦全然見えなかった。はい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 。勝手にコーナー紹介やめてね、いきなり。うん、一応それサポーターの方に来てるんで。わかりました。問題ある横断幕やめてよ。さすがにもう誰が掲げてるとも、これ人まで特定できるから。全然見えねえな。オッケーオッケー。警備員がうまく、やっぱもう問題あるオーダーってことで警備員がよく隠してくれてます。助かるわ。ここに一部ホーム見えますけど、はい、まあちょっと今は読み取れませんでした。反対側のかなり見づらいと思ってます、ちょっとこれは何て書いてあるか分かりません。ということで今回の横断幕はちょっと見えにくいという形で終わらせていただきます。ちょっとなんとかウィリーで見せるしかないな。ウィリーって何。いや、ハリントンで。はい、ありがとうございました。さあ残り時間集中だよ。え、何お前、その横断幕見せるためにこのポジショニングしたってことはないよね。さすがに。いや、意図は、え、ありえないとこにいるんだけど、この1点差で、ロスアディショナルタイムで絶対守らなきゃいけないんで、セットプレー、これ何をしてる君。いや、だからニアの壁。いや、いら、近すぎるけどね、キッカーに対して。いや、だからギリギリ攻めました。え、完全に、いや、ふざけてるでしょ、こんなやつは。いや、この辺顔で。やる気あるの、さすがに。辺顔で。いや、さすがにひどいけどね、これ1プレイヤーとして。じゃあラスト頼むよ。いや、頼むよとかじゃなくて、お前も頼むよ、これで。あ、オッケーオッケーオッケー。オッケー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 。最後の次からやめてよ、あんな動きは。いや、でもまず勝利に着いたの私ですけど。まあ、まず調理はオッケーオッケー。ありがとう。さあ、スタッツはこのような形になりました。評価点はこのような状況で、サリントントップおめでとうございます。その他こういった状況です。さあ、高い以上このような形になっています。もう1ページはこういった状況です。さあ、7位という状況は変わりありません。6位取ったのとの差は勝ち点6差となっております。下位はこのような状況です。交渉に動きがあったようなので見ていきましょう。どうなるか。メルテンスは決裂。ホアキンコレアも決裂。続いて、ザハも決裂。続いて、グリーリッシュも決裂という形になってしまいました。解除金つけないとダメなんじゃないの。そうなの。いや、わかんないけど。今日、本日の動画に関しては移籍交渉もあったんで、1試合とさせていただきます。できればこの4選手の中から1人獲得したいなと思っておりますので、ちょっとこの4選手獲得していくために交渉の進め方のコツなどありましたら、ぜひコメント欄の方で教えていただければと思います。よろしくお願いします。さあ、次回の動画では FA カップウルブス戦をお送りしていきたいと思います。それはまた次回の動画スタジオでお会いしましょう。さよなら。この動画いいと思ったら
高評価お願いします。